修練星惑星の軌道。いずれかの構成のみを公転している惑星は修練星惑星には分類されない。最初に確認された修練星惑星である PSRB1620 から 26B の創造図。主星の PSRB1620 から26は中性子星と白色外星の連星系で奥に小さく描かれている。終練星惑星とは 単一の恒星の代わりに、連星系の周囲を交点する惑星のことである。太陽は単一星なので、この用語は太陽系外惑星に対してのみ使われる。交点する恒星の数は問わないが、3個以上の恒星からなる連星を交点する周連星惑星は、軌道が安定しないので、周連星惑星が安定して存在できるのは二重、連星のみである。 2019年2月までにいくつかの修練性惑星やその候補が観測されているが2012年時点での観測データに基づく推計では銀河系内に修練性惑星は少なくとも数百万個存在している可能性が示されている。修練性惑星が最初に発見された連星系はミリ秒パルサーと白色外星から構成された。 PSRB1620 から2 6系で、球状星団の M4 に属している。最初にこの連星を公転する第三の天体が報告されたのは1993年のことで、5年間の観測によりその正体が惑星であることが示された。2003年には、この惑星は木星の2.5倍の質量を持ち、軌道長半径 23AU の深淵に近い、 軌道に沿って周回しているという研究が発表された。2008年には、オトメザ HW 星と呼ばれる B があった純外星と、赤色外星からなる植連星の周囲に複数の惑星が存在すると報告された。内側の惑星は最低質量が木星の8.47倍、外側の惑星は19.23倍、光天周期はそれぞれ9年と16年である。 質量を基準とした定義によると、外側の天体は褐色矮星に分類されるが、発見チームは軌道の性質に基づき、この天体が惑星と同じように原子惑星系円盤で形成された可能性を主張している。これらの惑星は元はより質量の小さい天体だったが、連星の主星が赤色巨星になり、質量を放出した際に質量が付け加わったと、 考えられている。2011年には、ケプラーの成果として、二つの構成を回る、ケプラー16ビットが発見された。この星系当初は単純な色連星系と見られていたが、色が起きていない時にも光が減少することが発見され、第三の星の可能性が検討された。その後、229日周期で回る土星に似た惑星が発見された。 2012年には2つの太陽を回る2つの惑星がケプラー47で発見された。2016年にはケプラーの観測でケプラー1647という太陽に似た2つの恒星を公転するケプラー1647ビットという惑星が発見された。この惑星は大きさが知られている基地の終練性惑星で最大の大きさを持つ。 また、軌道が、ハビタブルゾーンに位置している。終練性円盤を持つ、連星系 HD98800B の、創造図。奥に描かれた、別のペアと共に酔え連星系を成している。1999年、近接した、連星系であるマッチョ -1997、19 BLG-41 の周囲に、重力マイクロレンズ法を利用して、 惑星を発見したことが報告された。この惑星は連星から離れた軌道を公点していると考えられたが、惑星の存在の根拠とされた観測結果が連星自体の運動によって十分説明できることがわかり、報告は取り下げられた。また、グリーゼ630.1と呼ばれる三重連星系の一部を構成し、 食連星としても知られるリューザ CM 星は数度にわたって境外惑星探査の対象となった。食検出法による観測ではいくつかの惑星の存在が仮定されたが、確証は得られず、最終的にはすべての惑星候補の可能性が除外された。その後、惑星の影響を受けて連星系が運動することで、食の感覚が変動する様子を捉える方法が、 用いられるようになったが、2009年の時点では、惑星の実証には至っていない。ただし、連星の軌道は、軌道離心率が完全に例ではないため、外側に、連星の軌道を楕円化するような巨大惑星か、褐色外星が存在する可能性がある。修連星惑星自体の観測例が少ない一方で、修連星惑星の形成を示唆する、修連星円盤は、 複数の連星系で見つかっており、構成間の軌道長半径が 3AU 以下の連星系では一般的なものと考えられている。例えば HD98800 と呼ばれる多重連星系では 67.6AU 離れた2つの連星系が良い連星系を構成しているが、そのうち HD98800B と呼ばれる。 ペアは0.699対応質量と0.582対応質量の構成が軌道長半径 0.98AU、軌道離心率0.785の大円軌道で共通重心を周回する連星になっており、周囲には周連星円盤が見つかっている。この円盤は軌道離心率の大きな HD98800B によって歪められ、2つの構成の軌道面に対して、 ほぼ垂直に傾いている複雑な構造を有している。一方で HD98800A のペアには優位な量のダストは存在していない。スターウォーズシリーズに登場する架空の惑星、タトゥイーンは近接した連星系の周囲を公転する終連星惑星である。ありがとうございます。